東日本大震災から12年になるのを前に、石巻市では犠牲者の鎮魂を願う千羽鶴の制作が大詰めを迎えています。石巻市雄勝町では犠牲者の鎮魂を願う千羽鶴の制作を3回忌、7回忌に続いて今回の13回忌でも行います。折り鶴は住民が多く住む集団移転団地などから寄せられたもので、これまでに5万羽以上が集まりました。雄勝公民館では今日40人ほどの住民が集まった折り鶴をまとめるために糸を通す作業を行いました。自分たちも親戚とかさ、実際のあれだけど義理のお姉さんとかおんちゃんたち、いとこみんな亡くなってっから、やっぱりね、届けっていうような形でやってるより他ないんじゃない。亡くなった人たちが、まあ、心休まる、そういうことであればいいなと思うんですね。千羽鶴は今月11日午後1時半から雄勝体育館で営まれる13回忌の慰霊法要に奉納されます。